そして本日のスピーカーをご紹介いたします。ご登壇いただく皆様、マイクとカメラオンでご登場いただけますでしょうか。いたします。お一人目はですね、 UX リサーチを素人が本気で取り組みながら、セミナーを受けたら目から鱗だったというテーマで、フリーランスで UI UX デザイナーをされている室さんにご登壇いただきます。お二人目はですね、 UX デザイナーが一人で未知の分野のプロダクト開発に挑戦してみた話というテーマで、某シンクタンクでですね、UX デザイナーですとか、UX 研修講師をされている松岡さんにご登壇いただきます。3人目は、チームコミュニケーションが活性化、UX リサーチ読書会の進めというテーマで、ポップインサイトの UX リサーチャーから、若月さんがご登壇いただきます。はい、本日は皆様、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。お願いいたします。それでは早速ですね、一人目のライトニングトークに移っていきたいと思います。じゃあ話します。ちょっとタイトルがなんかちょっとすいません、ちょっと若干違ったんですけど、UX リサーチの雰囲気でやってた私がセミナーに参加していたら目から鱗が落ちた話をします。よろしくお願いします。お願いします。もう始めていいですよね。はい、大丈夫です。お願いします。はい、すいません、自己紹介です。ムロです。ID が室加工ですね。仕事はフリーランスの UI デザイナー9年目です。で、UX デザインもたまにやってます。で、大体 2B でのサービスの UI デザインをやっています。で、ちょっとできるスキルが本を積む。で、今現在20万円分の本を積んでいます。で、最近のことなんですけど、個人から始めましたっていうことで、その話も交えてしていこうかなっていう感じです。で、あ、ちょっと邪魔だな、すみません。今日話すことなんですけど、独学で、あれ待って、すいません。あ、そこいいか、すいません。一つ目、独学で個人開発の UX リサーチやってみた。二つ目、セミナーで学んだこと。三つ目、個人開発で再実践してみたら目から鱗が落ちた。ポロリっていうことで話していきます。補足なんですけど、個人開発で SNS 作ろうとしてますっていう感じです。マッチングアプリで婚活していた時の経験をもとに、俺の考える最強のマッチングアプリを作るって個人開発始めようとしたんですが、まあ、ユーザーインタビューをした結果、オタク向けの SNS を作ることになりました。で、補足の補足なんですけど、個人開発って普通一人でやるから個人開発だと思うんですけど、気づいたら私が1名、私は大体1名なんですけど、エンジニアさんが2名、社長が1名の計4名のチームになってます。個人開発とはって感じです。はい、なんでポンって言うの？はい、すいません。わたわたして。独学で個人開発の UX リサーチやってみたっていう話ですね。独学って具体的に何したのって話なんですけど、まあありがちなんですけど、 UX の本を読むっていうので、まあ、ここに要素しか挙げてないですけど、まあ、それ以外にも読んで実践していくっていうのをやっています。あ、でと仕事の現場でユーザビリティテストを実施するっていうのをやってました。 2B でだいたい私が入るときって、事業としていけそうだなってなったんでデザイナー入れますみたいなところが多くてですね、01というよりは私のタイミングだとフィーチャー追加しますみたいなことが多いので、とりあえず、あ、分かります、仮説が分かったんで、じゃあユーザビリティテストやっていってみましょうかっていうので実施したりとかってしています。次、個人開発で何あったのということで、ユーザーインタビューから潜在ユーザーの課題を抽出、カスタマージャーニーマップ作成、はい、プロトタイプでユーザビリティテストを実施、はい、ま、の部分を今回話します。話すんだよね。自分に確認すみません。ユーザーインタビューから、ユーザーの課題を抽出。あ、やばい、これ、どっちもしかない。まあいいか、マッチングアプリの利用経験者で、かつ婚活目的、恋活じゃない人1回。インターゲットでユーザーインタビューを実施しました。でインタビュー内容を文字で書き起こすのが多分おそらく普通やるフローだと思うんですけど、めんどくさかったんで、もうミロで付箋にバーッと書き出すっていうのをやって、見えてきた課題が、ちょっと女性上位のマッチングっていうところと、ステータスで相手を査定してる場合は面談で会話が続かないっていうのが、もう全てのユーザーが必ず言う、上の女性上のマッチングのに関しては特にあれだったんですけど、男性側から大変だったっていう感想
でしかないんですけど、男性女性関係なくみんなが言うのは、あの面談で全然会話が続かないんだけどみたいなのがたまにあるみたいな。で、会話が続く人とはマッチング実質できてる感じがあるのでデートも続くみたいな話だったんですね。で、そこからちょっとここから急に話は飛ぶんですよね、確か。すいません。で、これをやった結果、そこから私はどう解決するかっていうので、散々エンジニアさんとチームで話し合った結果、マッチングアプリではなくて、友達を作るところから始めるのが正解なんじゃないかっていう話になったので、オタク向けの SNS サービスを作るという着地に今なってますっていう感じで、カスタマージャーニーマップを作成ですね、SNS を作るためのやつを、もう全然わかんないんで、グダグダなんですけど、今話してる感じもグダグダなんですけど、本当すいません。ジャーニーマップも初めてすぎて全然わかんなくて、これであったのかみたいな感じで言いながら作りました。はい、プロトタイプでユーザビリティテストでし、あ、これはまあ普通に先ほど申し上げたんですけど、すでに実践してるところでもあるので、まあ、フィグマ使ってやりましたっていう感じでなんですけど、やってみた結果ボロボロだったんで今作り直してますって感じですよね。ダメだった、はい。で、そういうのやってて見えてくる独学がゆえの不安と課題、つらい、うん、っていうのがユーザーインタビューで誘導してしまうっていう癖がちょっと私の中で大きいなっていうのと、ユーザーインタビューのラポール形成が過剰っていうのはちょっとエンジニアさんにすごい怒られたんですけど、ムノさん仲良くなりすぎなんだよみたいな感じで怒られたので、ちょっと今修正しているところです。で、次、課題抽出がこれで合ってるのかわからない野生のカンカンがあるっていう感じですね、はい、これはちょっと後でセミナーを受けることによってっていうのが話があるので伏線です、はい、カスタマージャーニーマップどこまで作ったらいいかわからない、あ、マジでわからない、はい。ユーザビリティテストの GO の設定がよくわからない、わからない。01でやったらこんなに相談になって、なんかテストってどこまでやるみたいな感じになって、ちょっとわからないっていう苦しみがありました、はい、で、それを踏まえてセミナーで学んだことの話なんですけど、何のセミナーに参加したかっていう話で、 UX デザイン連続セミナーっていうのが、5月からあって、 HCD ネットさんが主催でやられてるセミナーなんですけど、全6回で3ヶ月ぐらいですね、各週やってて、イノボイさんが講師で、体系的に人間中心デザイン、UX デザインを学べる、うん、ですね。イノボリさんが体系的に講義をしてくださって、それを、グループワークでやってみる、実践していってみるっていう構成のセミナーでした。はい、で、あ、そうだった、忘れてた。このユーザーインタビューと課題抽出経営法ですね。で、ペルソナ作成とカスタマージャーニーマップ作成などをやったんですけど、私、ここの資料を勝手に載せていいのか確認取ってなかったわってなって、シャッと消したの忘れてました。すいません。やばい。グダグダですいません。あ、で、いう形で、それぞれを体系的に教えてもらった後に、グループワークで実践を計6回やっていくって感じで、すごく楽しいセミナーだったし、本当に私は分かってなかったんだってことがいろいろ分かって楽しかったですっていう感じです。皆さんもぜひ、できればぜひまた次回のセミナーにご参加くださいって、私なんか急に中の人になっちゃいましたけど。で、解消された不安、よかった本当。ユーザーインタビューはもっとビジネスチックでも大丈夫だということっていうのが、私があのラポール形成が過剰だったりする部分っていうのが、あの仲良くなってないとお話ししてもらえないんじゃないかっていう過剰な不安があったんですけど、他の人と一緒にやってて、他の人がインタビューしてるの私が聞くみたいな感じでやってたんですけど、あ、もっとなんかインタビューは前とした感じでもユーザーさんは普通に話してくれる人は話してくれるんだっていうのが分かったんで、もうちょっと落ち着いた大人の女性としてユーザーインタビューをこれからやっていこうって思いました、はい、と、経営法は難しいけどプロセスによって考えることで仮説が野生の勘ではなくなる、これは大きかったんですけど、っていうのが経営法自体はなんか本で読んでてふむってなってたんですけど、ちょっと分からんっていうので、あの個人開発ではちょっと突っ飛ばしてやってみたんですけど、やっぱり学んでプロセスによって考えることでっていうのをチームでやってっていうのをやったら、あの全員一致で、あのこれ勘ではなくて
いけるよねみたいな感じになることができたっていうので良かったです。はい。で次、ステークホルダーや提供価値の設定範囲はそれ次第なので、この設定はケースバイケース。だからさっき言ってたもなんかどこまでやっていいのかわからんっていうのは実際わからんだよね。わからんっていうか、まあ、流動を自分でちゃんと設定すればいいなっていうことが分かったっていう感じですね。はい。です。はい。で次、個人開発で再実践してみたら目から鱗が落ちた。落ちますね。はい。で、さっき言ったセミナーで学んだこの4つのうちの、 あの下の2つ、ペルソナ作成とカスタマーダニーマップ作成の話だけ、あ、話が主になったのかな、うん、を話します。あ、で、ペルソナ作成が、まあ、これを作ったんですけど、最初は実はなかったんですね、ペルソナが。っていうのが、友達、私の実際のリアルの友達で、成功体験持ってる人を設定してたので、してたし、あのチームのみんなも会ったことがあったりとかして、ご飯食べに行ったりとかしてるような中だったので、文字にしなくてもいいよねみたいな感じで、私が作成を省いてたんですけど、ちゃんと言語化することで課題の解像度が上がって、本当に共通の認識になったっていう感じですね。このペルソナの中の解決すべき未充足とインサイトを具体的に書く、この人はこういう未充足があるよね、インサイトがあるよねみたいな感じをちゃんと書き出すことによって、そうだねになったっていうか、そうだねっていうか、ちょっとぼやぼやしてた、お互いの中で、チームの中でもやもやしてたところがクリアになったっていう感じになりました。またポンっていう。はい。で、カスタマージャーニーマップ作成なんですけど、さっきのグダグダの付箋をとりあえず貼りましたみたいなところから、今度はちゃんとユーザーストーリーを主軸に場面ごとに想定されるペインをアプリ使用時のどこでフォローアップするかなどが考えられるようになったっていう大きいのが本当にそれですね。場面ごとにペインが発生していて、それをちゃんとフォローアップできないとユーザーって離脱しますよねっていうことなので、てかそうですね、あの最高の体験どころじゃない話になるじゃんっていうのが、ちゃんとここでどうやって解決していくのかっていうのをちゃんと対峙して考えるみたいなことができてるようになりましたっていう感じです、はい、で学んでから再度やってみた結果、体験のゴールが手前すぎることが分かったんですね。カスタマージャーニーマップを作ることによってっていうので、シリーズが伸びることになりましたっていう感じで、 目から鱗がすごい遠くに落ちたよっていう絵ですけどというわけで以上です。なんかすいません、ご清聴ありがとうございました。ありがとうございました。今ですね、一件ご質問いただいているので、ちょっとこちらにお答えいただいてから次の方のライトニングトークに移れればなと思います。ですね、お話ありがとうございます。どういうキャリアをイメージされてフリーランスになったのでしょうか。今までの経緯とか経歴みたいなところよろしければちょっとお伺いできればと思うんですけども。なるほど。はい。そうですよね。なんかフリーランスって確かにそうですけど、私の場合すいません、なんか勢いでなった部分が大きくって、会社が倒産したっていうところですね、フリーランスになったの。だけじゃなくて、私がその時に尊敬していて、この人みたいになりたいと思っていたデザイナーさん自体が、合同会社されてて、エンジニアさんと2人やってますって感じだったので、ほぼフリーランスみたいな感じの方だったんですね。はい。で、アジャイル開発のチームにリファラルで入ってやっていくっていうので、すごいかっこいいなと思ったんで、私もと思ったら、ちょうど本当にその方からフリーランスになりたいんだったら僕と一緒に入る現場今あるんですけどどうですかってお声掛けいただいたんで、やりますってなったっていう感じで。なるほど。すいません、場あたり場面で生きていってすいません。いやでもその中でもこう今また新たな開発に進まれている、ちょっと個人開発ではなくチーム開発になりかけているというような状況ということですね。はい、ありがとうございます。津村さん、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。それではですね、画面の方をいただきまして、2人目のライトニングトークに移ってまいりたいと思います。お二人目はですね、UX デザイナー、UX 研修講師として活躍されている松岡さんのご登壇です。はい、では画面をお渡しします。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。では、私からは UX デザイナーが一人で未知の分野のプロダクト開発に挑戦してみた話というタイトルでお話をさせていただきます。よろしくお願いいたします。はい。すみません。よいしょ。はい。
私、松ゆかっていうふうに登録されてるんですけども、本名松葉ゆかと申しまして、で UX デザイナーなんですけども、一応会社ではサービスデザイナーって言ったりとか、あとビジネスデザイナーって言ったりとか、まあ、そういったようなネーミングで、所属しております。でちょっと現在、育休中なんですけれども、まあ、家で細々と、やったりしてます。で、主な仕事は社内外の新規事業の開発ですとか、既存事業の改善とか、そういったところを支援するような立場に立っております。で、まあ、データ分析をしたりとか、まあ、改善施策を立案したりとかで、そもそもの、新規事業部みたいなところのチームの、チームビルディングから行って、本当にそのチームが何をやるべきなのかというワインの部分から作っていくといったところで、ワークショップを構築したりとか、まあ、その場のファシリテーションを行ったりとかしています。でそういった、知識経験を、使ってというか、土台として、で社内外向けに UX デザインの研修講師をやってたりします。で、まあ、現在ではまあ大体400名ぐらいに教えてきたかなといったところです。でそんな、UX デザイナーとして働いている私なんですけれども、まあ、そんな私がですね、個人としてとある分野に手を出したというのが今日のお話になっています。でその、手を出した分野なんですけど、 VUX といったような、まあ、分野です。でこの V っていうもの、皆さん何か分かりますかね。でここなんですけれども、こちらですね、皆さん見たことあるかなと思うんですけれども、まあ、ここに書いてるのはアレクサですね。アマゾンエコーっていうふうによく言われるんですけど、アマゾンエコーって言われる、あ、すみません、うちのアレクサが反応してしまった。すみません。はい。はい。ですね、よくこういったセミナーで話してると、アレクサちゃんが反応しちゃうんですけれども、まあ、このアレクサを、まあ、基本とした AI アシスタントを使ったアプリケーションですね。まあ、そういったところで、ユーザーに新しい体験を届けるといったところで、ボイス UX っていうふうに呼んだりしています。で、よくスマートスピーカーで知られてるかなと思うんですけれども、それ以外に、例えばメガネ型のスマートスピーカーというか、アレクサですね。アレクサが搭載されたメガネとか、リングとか、あとはイヤホンとか、そういったものもあったりするので、まあ、一概にスマートスピーカーであるというふうには言えないかなと思います。まあ、こういった幅広いものすべてを含めて、ボイス UX と呼んでます。で、ですね。じゃあ、まあ、今回、新しい、未知の分野にっていうお話をしたかなと思うんですけれども、なんで未知なのっていったところを、いろんな、スマートスピーカーが、日本に来た年っていったところを見ていきたいなと思います。まずこれらが発売された時期なんですけれども、まあ、アメリカで一番最初に発売されたのが2014年、これがアマゾンエコーが2014年で、で Google 系が2016年で、アップルのホームポッドが2018年に出てきましたと。まあ、その他にもビッグスピーとかコルタナとか、まあ、いろいろあるんですけれども、まあ、それは一旦置いといてですね。で、じゃあこれらが日本に来たのはいつかって言いますと、大体まあ2017年の秋、夏秋ぐらいから日本にやってきましたといったところです。なので、本当にまだ4年ぐらいしか経ってないよって言ったところで、まあ、なので新しいと言えるかなと思ってます。で、まあ、ここでまあ VUI はまあ新しい分野ですよというふうに書いてるんですけれども、まあ、どういったところかというと、まあ、今までその VUX っていう点では今まであったと思うんですよ。例えばラジオとか一方的に消費者が情報を受け取るタイプの VUX、 例えば それ以外にはまあ自動音声サービスですね。例えばの電話をかけて1番2番3番っていうようなアナウンスがあると思うんですけど、そういった自動音声サービスのように、まあ、音声を聞いて、タッチしたりとか音声で返して応答するというような体験はあったと思うんですけれども、この音声をインターフェースとして人の手を介さずにアプリケーションとしてまあやり取りするサービスっていうのは今までそこまでなかったんじゃないかなと思ってます。なのでこういったアプリケーションを新しく開発していくにあたって、まあ、この新しい分野を攻めていくための型っていうのを考えていかないといけないのかなっていったところが今日のお話です。で、まあ、この中にですね、すみません。ペッパーくんとか、まあ、こういったロボットも UI としてまあ音声を使って
いたりもするんですけれども、ただちょっとペッパーくんとかはですね、まあ、広く家庭で利用されてるもんではないとか、あとはサービスとして、ユーザーに届けるにはちょっと枠が狭いかなと思うので、まあ、ちょっと今回ペッパーくんなどは、除いて、このスマートスピーカーおよび AI アシスタントっていうお話でお話を進めさせていただきます。で、まあ、なんで先ほどちょっとお話ししちゃったんですけど、まあ、新しい分野だから型が決まっていないよねって言ったところが、まあ、今回の難しい点でした。で、例えばスマホアプリであれば、まあ、例えば EC サイトだったら商品リストがあってカートがあってとかっていうのはある程度型が決まってますよね。で、まあ、SNS だったらいいねマークがあったりとか投稿マークがあったりとかハッシュタグをつけれたりとか、まあ、結構そういうところはいろんなところに共通してるかなと思うんですけども、ただボイスのアプリケーションっていうのは画面が、まあ、ないっていうことはないんですけれども、画面なしで、まあ、画面がない前提で考える、本当に音声だけのやり取りとして考える、そういったアプリケーションはまだまだ型がないかなと思ってます。なので自分で探る必要があったんですね。で、じゃあ、まあ、そこからまあリサーチのお話に入るんですけれども、実際その私が会社でやってるリサーチはどういうものをやってたかなっていったところをちょっとお話しすると、例えば、アンケートを取ったりとか、それこそまあポップインサイトさんに依頼してアンケートを取っていただいたこともあったりしましたし、あとは、ユーザーを何人か集めてインタビュールームを借りてインタビューを行ったりとか、で、実地で観察をしたりとか、ユーザーテストを行ったりとか、まあ、こういったところをよく仕事では行っていました。なんですけど、このインタビューを、まあ、セッティングするにもですね、結構お金がかかったりとか、調整が大変だよねっていったところがあります。なんですが、今回のこのボイスに関する個人開発は、まあ、個人なので、お金をかけずにやりたいなといったところが結構大きくてですね。なので、まあ、私がやったリサーチ、どんなものをやったのというと、まあ、3つあります。まず1つ目は、現状どんなものがあるのかというのを調べること。そして2つ目は、ユーザーは何が欲しいのかというのを調べる。そして最後に、このボイスという市場で何が受けるのかというのを、まあ、体感するというか、調べるといったところの、この3つのステップで、どういったことをやったかというと、まあ、一番最初はスキル。スキルっていうのは、アプリというふうに考えていただければと思います。アレクサにおいてアプリケーションはアレクサスキルというふうに言ってるんですね。なのでスキル調査というふうに書いてます。なのでスキルを調査して実際に使ってみる。そして2つ目は簡易的にヒアリングを行う。で、3番目は実際に自分でも100個作ってみて何が受けるのか試してみようというふうに進めていきました。で、まず1つ目のスキル調査なんですけれども、この日本でアレクサが入ってきた時には、まあ、すでに何年かはもうすでにアメリカで使われているので、まあ、アメリカのストアも実際に見つつですね、日本のストアに実際今何があるのかっていうのも見つつですね、この2つの国をメインに、実際今どんなスキルがあって、どんなスキルが一番利用度が高いのかとかっていうのを 見たりですね、あとは、Amazon Alexa のジャパンユーザーグループといったところで、AJAG っていうコミュニティがありまして、そこのコミュニティに参加して、まあ、デザイン、ボイス UI のデザイナーですとか、エンジニアに会いに行ってお話を聞くとか、そういったところをしました。で、実際にこの Alexa スキルのストアから選んで使ってみる。ですね、で使ってみるときにですね、その一つ一つのスキルにですね、まあ、どんぐらいの、まあ、本当に普通のアマゾンと一緒で、この商品にはどれぐらいのカスタマーレビューがついてるよと、星はいくつだとかっていうのが分かるので、まあ、その星の数とか見たりですとか、あとはレビューを見たりですとか、まあ、そこを見て、何が受けるのかなとか、あ、このスキルにはどういう不満があるんだなとかっていうのをちらちらと見ていたりはしました。で、2つ目の簡易ヒアリングはですね、まあ、100個作るって時に、まあ、何を作ろうかっていうお話からまず始まるんですけども、そこはまあ頑張ってアイディエーションをしましてですね、ある程度方向性を絞ったら、まあ、その対象の方にヒアリングを始めました。で、例えばテーマが子育てであったら、まあ、対象ワーママの方に直接的に、まあ、今まで子育てでどんなこと大変だったとか、っていうお話をしたりとか、あとはテーマ日本で、アメリカのストアでアメリカ向けのスキルを作るっていう前提なんですけど、まあ、テーマを日本にして、
異国籍の方に日本についてどんなことが知りたいとか何に興味があるっていうのを聞きたかったんですけど、そこまであの外国の方友達がいなかったので、その時は海外の2チャンネルっていう、まあ、レディットっていうサイトがあるんですけれども、そこに投稿して、ヒアリングしたりしました。で、あとはですね、まあ、本当に自分が一番のユーザーだといったところで自分の欲望をカスタマージャーニーを作って探すなど、まあ、そういったところもしたりしました。で、実際に100個作りました。で、大体これ3ヶ月で頑張って毎日1個か、まあ、多くて 4つとか作ったりもしたんですけど、まあ、実際たくさん作って試せば分かるだろうと思ってましたと。で、作って、そうするとですね、一つ一つ作りましたら、そのレポートを見ることができるんですね。これ、今日何回使われたとか、何回、その1回使われた中で何回会話が発生したとか、そういったのが見れたりもしますと。で、そこのデータを見たりですとか、さっきと同じじゃないですか、これは私が作ったスキルなんですけど、レビュー見たりとか、あとは、たくさん、ユーザーに使われると、リワードっていうのを獲得することができまして、で、あなたのスキルはすごい優秀です。たくさんの人に使われてるんで、なんていうの、報酬あげますみたいな、そんなメールが来るんですね。なんです、あ、このスキルはリワード獲得したんだ、じゃあこれは受けるんだなっていうふうに認識したりとか、まあ、そんな感じでですね、100個のうち、まあ、どういうのが受けるのかっていうのを、なんとなく自分の実感として得ていったというような形です。まあ、そんな感じの経験を積んで、実際に Amazon、Alexa、Amazon、Amazon、アメリカの Amazon 本社ですね、から認定を受けまして、Alexa チャンピオンとして、現在で世界で64人かな、いらっしゃるんですけど、まあ、その中の一人として、まあ、Alexa の、開発エンジニア向けに、なんていうんですかね、こういうのがいいよとか、そういうお話をしたりとか、新しい機能が出たよとか、コミュニティを活性するとか、まあ、そういうような活動をしているというような形です。で、さらに、まあ、ボイス UX デザイナーとして、実際に企業さんの、お手伝いをしたりとか、本を書いたりとか、あとはハッカソンとか、そういった賞に、応募したりとか、まあ、そんな感じの、活動をし合っているような人物ですということです。はい、ということで、以上がお話なんですけど、ちょっと最後に簡単に宣伝だけさせていただください。で、私ですね、UX デザインの講師をたくさんやってるというお話をしたんですけれども、UX デザイン超概論っていう、セミナーといいますか、ワーク付きの、勉強できる、なんていうか、動画ですね。ユーデミーっていったところで動画を配信してるんですけれども、まあ、そこで UX デザイン超概論というものを、提供してます。で、これがですね、今年の3月から提供してるんですけれども、ありがたいことに、まあ、今900人ぐらいの受講生がいらっしゃいまして、まあ、本日こちら見られた方に、まあ、安く受講できるクーポンを配布しようかなと思いますので、もしご興味ある方いらっしゃいましたら、ツイッターで、ご確認いただければと思います。で、ツイッターのアカウントなんですけど、アレクサって呼んでいただければ、A093 でアレクサというふうに読めるかなと思います。で、アンダースパーの JP で検索していただければと思います。はい、それでは以上です。どうもご清聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。ちょっといくつか質問もいただいておりまして、型が決まっていない新しい分野で苦労した点、楽しい点は何でしょうかというご質問をいただいてるんですけど、こちらいかがですか。そうですね。まず苦労した点は、本当にどう作ろうかなっていうところ、まず何を、なんていうんですかね、手本にするものがないので、すごいそこは最初困りました。なんですけど、ボイスっていうことなので、じゃあボイスってそもそも自分たちの生活の中のどこに根付いてるんだろうっていうところを考えると、やっぱ会話じゃないですか、人と人との会話が、まあ、根底としてあるよねというような考えから、じゃあ人間との会話ってどういうふうに進んでるんだろうっていうような、ちょっとすごい原始的なお話になるんですけど、っていったところを自分で調査というか、体感として考えていったりとか、で、実際に使ってみることで感じる違和感ってどういうものがあるんだろうっていったところですね、をいろいろ書き出していくと、あ、じゃあ今の現在あるスキルの中でこういうのがバッド
バッドパターンなんだなっていうのを書き出していたっていったところですね。だそのバッドパターンをより心地よくする、何もそのバッドだと感じないようにするためにはどうしたらいいんだろうっていったところを自分で考えていって実際に作ってみて受けるかなっていうのを見るっていったところですね。なんで結構その泥臭い部分はあったんですけれども、ただまあ面白、それは自分で開拓するっていうような部分もあるかなと思うので、それは大変でもあり面白い部分だったなというふうに感じます。なかなか今までその画面付きの開発ばっかりだったと思うというかでしたが、なかなか今まで使わない神経を使ったなといい経験ができたなとは思ってます。はい、ありがとうございます。それではですね、ちょっとまだご質問あるんですけども、後半の Q&A セッションの全体のお時間でお伺いできればと思います。松岡さん、改めてありがとうございました。ありがとうございました、はい。では続いてですね、3人目最後のライトニングトークに移ってまいりたいと思います。ポップインサイトから UX リサーチャーの岡月さんですね、ご準備をお願いしてもよろしいでしょうか。では僕の方からですね、チームコミュニケーションが活性化 UX リサーチ特徴会というテーマでお話しさせていただきます。よろしくお願いします。はい、ちょっと初めに簡単に自己紹介なんですけども、近年担当した案件をですね、簡単にご紹介させてください。最近は、主にですね、3つありまして、結構定性調査が多いんですけども、デプスインタビューですね、目的としてはユーザーニーズの深掘りとか、で2つ目がエキスパートレビューといいまして、目的としては成果に直結する重要課題の把握。で3つ目がユーザーテストで、利用時のですね、心理とかプロダクトの課題を抽出ということで、こちらイラストにあるようにですね、魚とか競輪とか結婚相談所のコラムなんですけども、結構ポップインサイトの魅力というか、僕自身リサーチャーとして感じるのは、ここまで幅広くいろんな調査を経験できるので、すごくここが魅力というか、やりがいに感じています。はい、ここからちょっと本題なんですけども、皆さんリモートワークされている方が多いと思うんですけども、リモートワークどうでしょうか。ちょっとざっくりしすぎなんですけども、はい。でですね、ポップインサイトは今全社員がフルリモートで、今だいたい約80名ぐらい社員がいると思うんですけども、そのうちの半分がですね、リサーチャーが約40名となっております。僕自身が実際に対面で会ったことがあるのはそこから。さらに半分で約20名となっています。はい。で、リモートされている方は、実感されていると思うんですけども、結構メリットはかなり多いですよね。で、これ、ウェブからでちょっと引用なんですけども、産業医から見るメリットってことで、主に、3つ、ご紹介しますと、対人ストレスが軽減されるとか、自分のペースで仕事ができるとか、通勤ストレスが軽減されるってことで、かなり、魅力というかメリットは多いと思います。ただ一方でですね、それだけのメリットがあるってことは、その裏返しとしては、デメリットもあると思うんですけども、じゃあ実際どんなデメリットがあるかっていうと、コミュニケーションが不足するとか、人間関係が希薄化するってことで、こちらもリモートされている方は結構共感されるのではないかと思います。はい。で、ここでですね、また別の質問としましては、今、皆さん自身が、特にリモートワークで、チームメンバーとか、チャンネルメンバーと雑談をできていますでしょうかっていうことですね。はい。こちらもまた別の調査なんですけども、雑談のですね、機会が少ないと不安感が高まるというですね、結果が出てまして、2点ピックアップしますと、リモートワークの中でどんなことに不安を感じるかっていう質問に対して、アンケートですけども、やっぱちょっとした相談ができないとか、あとは孤立感があるというような回答がありました。はい。で、実はですね、僕自身もポップインサイトで、約3年ほどフルリモートで、リサーチャーしてますけども、ですね、こちらの3つのですね、悩みがありました。まず1つ目が、社内会議とかですね、チーム定例では業務報告とか、業務関連の会話だけなので、やっぱ雑談がもう本当に最低限と。なってます。なので本当にもうちょっとした会話がしづらいという悩みがありました。2つ目はですね、リサーチ業務は基本的に一人で回せてしまうので、個人プレイだと感じてまして、フルリモートなんで、結構自由なんですけど孤独を感じてました。はい。でこちらは僕自身が前職フリーランスだったんですけども、結構フリーランスの感覚と似てるかなと思います。はい。
まあ、3つ目はですね、他のリサーチャーの人たちが、まあ、普段どんなことで悩んでいるのかわからないっていうですね、こういった悩みもありました。これはまあそもそもですね、他の人の悩みを聞く機会がないんですよね。なので、例えばまあインタビューとか調査をしているときに、もしかしてこのインタビュー設計とか、まあ、この上位階級分析とか、まあ、ペルソナ設計とかいろいろあると思うんですけども、この課題に対してここまで悩んでるのって、もしかして自分だけなのかなみたいな形で結構まあ考え込んでしまって、へこむこともありました。はい。まあ、そこでですね、ちょっと真面目な雑談の場ってことで、読書会を企画してみました。まあ、こちらも背景としては僕自身が前職でフリーランスとして、結構読書会をですね、まあ、開催したりとか、参加したこともあったので、こちらを、今回、まあ、社内の中でやってみようというふうに感じました。はい。で、まあ、読書会に、まあ、参加したことがある方は、まあ、結構、知っていることもあると思うんですけども、主に3つのですね、まあ、目的というかメリットがありまして、まず1つ目がですね、まあ、チームコミュニケーションの活性化ということで、まあ、本を介してですね、お互いを深く知ることができるということで、こちらがまあ大事なのは、やっぱ悩みとか価値観を共有できることがすごく重要かなと感じてます。で、実際にですね、その、僕が所属するチームの中で、読書会の中でですね、まあ、あるベテランのリサーチャーの方がですね、まあ、実は、ちょっと待ってください。はい。実はですね、ベテランリサーチの方が、まあ、クライアントとのコミュニケーション結構、まあ、うまくいかずにストレスになってますというのを、まあ、心境を吐露してくれました。僕はこれを聞いて、なんかすごく、まあ、変な言い方ですけども、安心したというか、まあ、自分だけじゃないんだなということをですね、感じました。まあ、二つ目がですね、まあ、業務に生きるナレッジの共有ということで、まあ、お互いにですね、まあ、例えば、僕の、その読書会の中で、まあ、設定した課題図書がですね、まず一冊目が、まあ、リモートワークにおける働き方ってもので、まあ、二冊目がですね、UX リサーチとしました。なので、書籍を通してお互いに学び合えることができるというメリットがあります。はい。で、三つ目がですね、まあ、コンプテンシー、まあ、行動指針のレベルアップってことで、まあ、自分だけじゃなくて、まあ、チームメンバーとともに、まあ、情報発信のスキルとか、あとは、まあ、新たな知識とか、スキルを、取り入れたりとかですね。まあ、さらに、まあ、より効率的な仕事の進め方を、まあ、一緒に考えられるっていうですね、こういったの主な三つのメリットがあると感じてます。はい。で、まあ、実際に、その、まあ、チームメンバー今、僕も含めて5名いますけども、4名の方からですね、感想をいただいたので、簡単にポイントを説明いたしますと、1人目がですね、本の中身というよりも、まあ、他のメンバーの方が何に興味を持っているのかが分かった。これはまあ価値観の共有かなと思います。はい。で、2人目の方がですね、読書会で報告をして反応をもらえるってことなんで、こちら、それがモチベーションになったというふうに言ってました。で、3人目の方は、まあ、もともと本当に読書が好きじゃなくて、ビジネス書とか苦手だったんだけど、まあ、一人じゃないというのと、まあ、発表の場合があるっていうので、すごく、まあ、読もうという気になったんですね。まあ、こういった、まあ、この方自身の、まあ、モチベーションとか、そういったことにかなり影響を与えてるかなと思いました。はい。じゃあ、実際にですね、まあ、読書会をどう実施するかってことで、ちょっとポイントのみ、お伝えさせていただきます。はい。こちらは、まあ、オンライン読書会の実施例なので、まあ、正解というわけじゃないんですけども、まず、まあ、開催頻度とか人数につきましては、まあ、僕自身は、まあ、今、週1回のチーム定例後で、だいたい、まあ、1回あたり約20分で開催してます。で、まあ、人数は、まあ、5名前後がベースだと思ってまして、やっぱ人が増えるとですね、どうしても発言がしづらくなりますので、まあ、5名前後がいいかなと思います。はい。まあ、形式としましては、だいたい、まあ、2ヶ月で1冊ペースなので、だいたい、まあ、合計8回ぐらいですかね、に分けて、開催をするといいかなと思いました。はい。で、ですね、まあ、読書会の前までに、まあ、Google のスプレッドシートにですね、まあ、感想とかを記入して、で、読書会の中でシェアとか意見交換をしてます。で、まあ、そのシェアする項目としては主に3つありまして、まあ、まず1つが参考になったことってことで、こちらはまあ、引用でいいんですけども、まあ、引用と、まあ、ちょっとした簡単な感想を書くだけです。で、2点目で、疑問点とか、皆さんに相談してみたいこと。こちらが、まあ、意見交換になります。で、3つ目はですね、結構大事なんですけども、じゃあ、それらも踏まえて、明日からどんなことを実践してみたいのかってことをですね、まあ、アクションプランとして、お互いに、まあ、宣言というか、と話します。はい。こちらですね、1冊目
リモートワークの働き方っていうテーマの時に、実際に、メンバーの方々が選書したものと、アウトプットの例となりまして、まあですね、この画像を見ていただくと分かるんですけど、まあ、人によって選書のジャンルが異なって、まあ、ここに結構個性とか価値観が現れるかなと思いました。はい。で、まあ、2冊目なんですけども、2冊目がですね、こちら UX リサーチをテーマにしたときに、こちらの初めての UX リサーチというですね、本を課題図書とさせていただきました。はい。まあ、こちらの書籍はですね、まあ、最近出版されたんですけども、本当に UX リサーチの基礎の基礎から、体系的に学べるので、かなりおすすめです。で特にまあリサーチャーですね、大体1年目から3年目の方におすすめと感じました。で、内容がですね、まあ、本当にリサーチの始め方、まあ、予算とか専門性とかから、まあ、リサーチに取り組む仲間の増やし方とかですね、リサーチを続ける仕組みの作り方などがありますので、まあ、ぜひですね、読んでみてください。じゃあ、この書籍を、例えばですけどね、読書会で活用するとした場合に、まあ、一つの例としては、まず、ワンチャプターを読みます。で、読んだら、その内容をですね、まあ、感想とかを書いて、それをシェア。そして、本の中で分からなかったことをですね、他のメンバーに、相談するということですね。で、それらも踏まえて、一週間実践してみる。そして、振り返って、まあ、その一週間後にまた次の第2回の読書会の中でですね、まあ、振り返りでもいいんですけども、まあ、そういったことを、繰り返していって、まあ、改善する。まあ、そんな、活用法によって、まあ、UX リサーチの、基礎スキルが、身につけられるかなと感じました。はい。でですね、ちょっとかなり、まとめとしましては、今日お伝えしたいことは、まもに、3つあって、その読書会の目的というか、メリットとしては、まあ、チームコミュニケーションの活性化と、業務に生きるナレッジの共有、そして、コンピテンシー、行動指針のレベルアップができますよということでした。はい。なのでですね、もし今日のこの、ライトニングトークを聞きなられて、もし皆さんのですね、まあ、チームとか社内、で、読書会してみたいと思われましたらですね、ぜひまずはですね、企画書を作成してみてはどうでしょうかってことで、まあ、ポイントとしては、やはりチームメンバーとかですね、社内の方に、もたらすメリットを伝えることだと思います。はい。最後にちょっと余談なんですけども、実はリモートワークの一番の悩みはコミュニケーション以上に運動不足だと思うんですよね。で、そこでちょっと最近僕自身が読書会とは全然関係ないんですけども、社内で運動報告部を作りまして、このスラックのですね、チャンネルを作って、まあ、簡単、ポイントは3つあって、もう本当に日々の運動を報告し合うだけの、チャンネルです。で、報告したらお互いに偉いのリアクションをする。で、まあ、自分で自分を褒めても全然大丈夫で、でこれ結構ですね、今もう本当に3週間ぐらいですかね、ほぼ毎日続いているので、皆さんのですね、まあ、LINE とかチャットワークでもできるので、ぜひですね、皆さんもこういった、なんか、周りを、自分だけじゃなくて、周りも巻き込んで、お互いに、健康になろうみたいな、まあ、そういった活動のなんかヒントにしてもらえると嬉しいです。はい。では、以上となります。ありがとうございました。かずきさん、ありがとうございました。ここからですね、いただいたご質問に答えていくような、全体 Q&A セッションに移ってまいりたいと思います。こちら、室さん宛にいただいてるんですけども、皆様にもお伺いできればなと思っております。個人でのですね、苦労や失敗とかで終わるのではなく、セミナーからの学びも即実践されていて、すごいと思いましたと、室様へのメッセージですね。書籍以外で UX リサーチなどの情報収集はどのようにされていますかというところで、ちょっとここは書籍以外になるのかなと思うんですけども、皆様もどんなふうに情報収集、UX リサーチに関してされているのかお伺いしていければなと思います。室さん、まずはなんかどんなところの情報を取っているとか、なんかいつも見ているメディアとかサイトとかあったりされますか？ブログを、ノートに上がってるブログを一応舐めるっていうのはやっていたりします。結構フォローされていたりとか。あ、はい、そうです、そうです。ですね。あと、書籍出されてる方のツイッターのアカウントフォローしてるので、はい、細かな、まあ、なんか知見をそこで拾っていくっていうのをやってる。はい、あと、一応、私、メンターの方いるので、その方からおすすめしてもらったものとかを本、まあ、あ、でも書籍とか。書籍とか。はい。見とくといいよとか、そういうのを教えてもらってます。
ありがとうございます。松岡さんとかは普段どのようにこう情報収集されてらっしゃるんでしょうか。ミュートになってるかな。あ、すいません、はい、いいえ、私は逆に本全く読んでなかったんですけど、うん、本当に習うより慣れろみたいな形で、もう即実践しかしてなかったみたいな形だったんですよね、うん、で一番最初どうしたかなっていうと、本当にもう実際にインタビューとかされてる方のに同席するというかっていう形でも実際の場面を見て学ぶっていうことがすごい多かったんですね。なるほど。で、あとはそれを持って帰って、じゃあチームメンバーでみんなで試しにこのテーマでやってみようみたいなものをやったり、本当にもう実践トライ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 みたいな感じで PDC 回したみたいな感じでした。はい、ありがとうございます。岡崎さん、いかがですか。僕自身もインタビューの速記の同席とかも結構社内とかで積極的にしてまして、今日も午前中に1件あったんですけども、やはりそのリサーチャー、その担当リサーチャーの方の専門性とかスキルも身につ勉強できますし、その調査に関する知見というかテーマについても勉強できるので、そういった意味では結構実習というか実際の調査からリアルに学ぶっていうのがすごく大きな経験となったと思います。ありがとうございます。ではすいません、松岡さんへのご質問ですね。本業もありつつかと思いますが、 VUI、VUX という新しい分野で今後さらにどのようなキャリアを目指していきたいと考えていらっしゃいますかというご質問です。はい、ありがとうございます。なんか当初の目指してたものが実はアレクサチャンピオンだったんですね。で、本当にアレクサチャンピオンの方を知らない、会ったこともない、喋ったこともないっていうところから始まって、1年後になっちゃったみたいなったところ、すごい。で、じゃあその次どうしようってなったら、じゃあまずは海外のカンファレンスに出たいなっていうふうに思ったんですけど、実はそれも 先月ぐらいに達成しまして、じゃあ次どうしようかなっていうところが今ちょっと思ってるところなんですけど、やっぱり日本の第一人者でいたいというかになりたいなっていうふうには思ってます。で、そういう意味だと、先ほど本書いたっていうふうに言ってたんですけど、ボイスに関する本は今のところ自費出版っていう感じだって書いてなかったので、うん、なんか、もっと広く届けられるようにできたらいいなっていうのは考えていたりとか、そういったところですね。やっぱり日本のボイス界隈第一人者っていったところを目指すっていったところが回答ですかね。うん、はい、ありがとうございます。実際になると決めてからなるまでの時間の短さもすごいですね。そう、3ヶ月でまず作るってところで結構インパクトがあったのか。なるほど、数をまずたくさん。そうですね。それでコミュニティの人とかにもすごい知られて、Amazon の方にも知られてっていうので、推薦していただけたっていうのが結構でかかったです。なるほど、はい、ここで100個っていう数が重要になってくるっていう感じですね。そうですね、ま、そのインパクト、なんかその時に2000個ぐらいしかスキルがなかったんで、その中で100個作ると5%になるんですよね、全体の。なので結構インパクトがでかかったっていうかところですね。はい、ありがとうございます。それでは本日のライトニングトークイベント以上とさせていただきたいと思います。ありがとうございました。